はい、というわけで皆さんどうも、やがちゃっちゃというわけで始まった方、始まってそうじゃない方いらっしゃいませ。というわけでスキャンダルの実況プレイ動画でございますが、今エンディング銃を取りに行こうとしていて、騒動があった後に、おっと、止まってないか。変だな、のどかが鍵開けっぱなしねんて。あの男に追いかけられた後に編集部に行かないで自宅に帰ってきて、で、そーっと部屋に入る。で、あれかな、あの警察の男、そう、この男怪しすぎるやって信頼しないといけるエンディングっぽいんで。人の部屋に上がり込んで何して。ほー、順序が違うね。なるほど。のどか、あ、ま、待ってくれ、違うんだ。で、この男怪しすぎる。あんた、何をやったのよ。話を聞いてくれ。脅したって無駄よ、あのネタは譲らないんだから。いや、そうじゃない、僕は君を助けに来たんだ。助けに？本当だ。落ち着いて聞いてくれ。隣の部屋で女性が殺されている。何ですって、まさか、のどか、のどか、行くよ。のどかの発見ルートが鏡きっかけなのかどうかなんだね。のどかが、のどかが。すまない、僕がもう少し早くついていれば。あなたがのどかを、ひどい。あ、違う、僕は君の味方だ。じゃ誰が、なんでのどかを。で、まあフィルムを渡せたから。これは犯人は昨日の夜君を襲った連中だ。まさか、たかが芸能スクープで、なんでのどかが殺されなきゃいけないのよ。僕は加賀見達也、警視庁国際捜査課の捜査官だ。まあ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 、合流するところもあるよね。で、多分今ここはここにスキップはできるのか。スキップはできる、あ、合流してるからか。で、スキップができて、これに対してやっぱり信用できないを選ぶ。ちょっと待って、あなたが本当に刑事だという証拠を見せて。え、いや、それはどうしたの。僕は今わけあって休職中だ。ここは見たこ、あ、スキップできねえ。やっぱり嘘なのね、のどかを殺したのも。え、違う、信じてくれ。誰か助けて。やめろ、警察を。なんだ。で、こうなって警察が来て、あ、もうこの時点で警察に届け出してる感じか。指名手配にされないのか。北沢麻希さんでしたね。はい、署までご同行願います。え、昨夜の首都高速下り線における暴走行為。ちょっと待ってください。および同居人である望月のどかの殺害事件における重要参考人。そんな、私がのどかを殺したって言うんですか。話は署で聞く。さあ来るんだ。私じゃない。来なさい。いや、で、うっそ、これが当たっちゃったのね。やば。え、あ、私はどうすればいいの。で、ここで時間切れないしは点点点を選ぶとエンディング中。ここで変に抵抗するよりおとなしくした方がいいわね。調べればわかるんだから。わっぱかけられてますけど。小野塚さんの見つけた証拠で決まりましたね。ああ、証人の方はどうなった。はい、そちらも決定的な証言が得られました。小野塚さんの手柄です。これで北沢の実刑は確定でしょう。世の中、悪いことはできないようになっているんだよ。ふん。お？全部本当のこと話したのに、まるで信じてもらえなかった。こんなことってなんかあれだったね、あの男の刑事さんも悪い顔してましたね。なるほど。で、分かってきたんですけど、多分どっかまでプレイすると、のどかとのやり取りの前のところかなに、なんか母さんの夢を見たのみたいな選択肢が増えるっぽいんですけど、
それがないんですよ。持ってないんですよ。なのでそれが原因で多分見れないエンディングがあるっぽい。でこれは達成度かなんか、要はクリアまで持ってくなりなんなりして選択肢を増やさなきゃいけないんだと思うんすよね。なのでそれ以外の選択肢をどんどん増やしたいと思うので、最初にそれをなんだ選ばなくていいエンディングをまず埋めて、で17に向かおう。なんで次はエンディング12を迎えたいと思うんですけど、編集部に逃げてるんだけど、あれだな、のどかとのコミュニケーションがあまりよろしくない状態で高速爆走撃を繰り広げて編集部に向かった後の選択肢でいけるみたいですね。やってみましょう。フィルムを渡してここで逃げるチャンス。冗談じゃないわよ、せっかくのスクープを渡せますかっての。でこうやって車で出て、お逃げて、で豚のやつに入って、でこれ自体は見覚えあるじゃんね。でこれが全部終わって編集部へ向かう。でこれ自体は見てる。あーでフィルムのまま置いてこうか、大事なスクープを人に預けるのもで点点点を選ぶ。これでエピソード12らしいです。どうします？それじゃあお願いするわ。編集長が出てきたら一番で渡しておいてちょうだい。わかりました。渡す選択肢になるんだね。で帰ってるし、のどかはどうなるんだこれ。来月はハワイにでも行ってのんびりしようかな。え？シンプル、めっちゃシンプルだな。もうやられましたってことか。もうなんかあってもおかしくないエンディングだけど、シンプルだな。で次がエンディング15かな。で15は結構展開違うぞ。見てる感じフィルムは渡さないで自宅に帰って武器探さなきゃ、誰がのどかを信用できそうねで鏡信用してる、表通りにで捕まるわけにはいかない、とりあえず格好を直す、ラオ州の店に会いに行かなくちゃっつってるから、エンディング16とほぼほぼ同じ択を取ってるっぽいね。ちょっと一回途中まで持ってていきましょう。自宅に帰ってきて鍵が開いてることをチェックして、これおかしいだっつって武器を探さなきゃ。でここ自体は見てる。でのどかがやられて、で、一体誰がのどかを、誰がこんな見てないね。昨日君を襲った連中だ。昨日、まあまあまあ、これ自体は合流してるから多分もうちょっとしたら飛ばせるようになるのかな。フィルムってまさかあんたもあの連中の仲間ね。あんた、あ、違う、落ち着いてくれ。僕は奴らを追ってるんだ。僕はで乗っかった。で信用できそうねで一回鏡を信頼して、でやっぱり逃げるになって、表通りに逃げよう。待って、見たことないよ。お願いします、助けてください、警察を。ほう、で同行しろって言われて当たっちゃって、捕まるわけにはいかない。逃げたぞ、捕まえろ。ほう、で容疑者として立てられて、でとりあえずこの格好ねを直す。で謎の連中には命を狙われる。お、飛ばせなくなった。鏡とかいう怪しい男がうろちょろしてるし、警察も頼れない。絵に描いたような最悪の状態だわ。全ての始まりは昨日のスクープなのかしら。でもたかが芸能スキャンダルでどうしてこんな目に。でラオ州の店、ラオ州の店へ行ってみよう。でここは行ける。で会いに行かなきゃ押したら、エピソード15らしいです。やっぱり行こう。お、北沢咲だ。あ、離して、
私じゃない。なるほど。全部本当のこと話したのに、まるで信じてもらえなかった。こんなことって、これ自体はね、やられ方は共通だけどスキップはできないんだね。で逮捕されちゃってっていう感じか。なるほど。でこれでエピソード15が取れてる状態ね。じゃあ17以後を狙いに行けばいいわけだから、さっきの着替えてラオ州の店行こうとした上で、電話した後の選択肢をうまいことやって、どうなんだろう、あの男の子と会ってどういう風な流れになるのかがいまいちわかんねえんだよな。まあとりあえずエピソード17以後の進め方に乗る流れに進行してみよう。で帰ってきましたけど、電話してみようにして、で繋がらなくて、でこれで一回この隙に逃げられるかも。あ、逃げられなかったわ。え、逃げようとしたけど逃げられんかったわ。私生きてる。フィルムは？おお、フィルムも残ってた。どうしよう。こっからじゃんね。あと頼れるのは。でここは合流したよね。というわけで黒木玲子は私立探偵役をしています。これを一回頼んでみるか。頼むわ。そうだよね。じゃあ支度します。でもよかった、レン君が無事で。昨日奴らをうまく巻きましたから。やっぱり全体的にかなりアンダーですね。絞って焼き込めばバッチリ出ると思います。ならそして、写真としてはバッチリだけど、命を狙われるようなものは写ってないわよね。となるとやっぱりこのスクープそのものがヤバいネタだったんでしょうか。なのかな。先輩が情報を買った横浜の情報やミスターラオ州のこと、その人に聞けば何かわかるんじゃないですか。そうかもしれないわね。ほう。で夜の中華街、あ、全然見てないシーンだよ。スキップできない。いないのかな。ミスターラオ州。え、北沢様。ミスターラオ州、北沢様、ここは危ないです。奴らはまだ近くに。奴らって。私、サキさんに謝らないといけないね。私の売ったあの情報、ただの芸能スクープではなかったね。しっかり。サキさん、急いで戻らないと、あなたのお仲間また殺される。やつらサキさんのことをうちのコンピューターで調べたよ。沢木蓮のところへ行くって。ミスターラオ州、しっかり。蓮くん、危ない。で、レン君に、まあ前回も移動して死んでるからね、一回電話しよう。わかりました。とりあえず友達の家にでも隠れてます。それがいいわ。先輩も気をつけてくださいね。ありがとう。それじゃ。とりあえず安心ね。いたぞ。あ、え、危ない。鏡か。あなたは。話は後だ。とりあえず一回信頼するか。こっちだ。どうしてここが分かったの？君の身が危険だと思ってね。
ずっと後をつけていたんだ。それじゃあなたは。初めから言ってるだろ、僕は味方だって。まあ一回信じときますか。あなたは休職中の刑事なのよね。やっと信じてくれた。ちょっと訳あって休職中だけど、れっきとした警視庁の捜査官、加賀見達也さん。ね、どれを聞くかか難しいけど、どちらかといえば追いかけてきてる連中より何掴んでるかの方をキャッチしたいよね、知りたいよね。ねえ、なんで連中は私を殺そうとするの？私が撮った写真はジルサウザーの恋人とのツーショットよ。そんなんでこんなひどい目に遭うなんて。だが奴らは北沢咲を、そして間違いなく君の撮った写真を追っている。でも現像したけどジルのスクープ写真だったわ。いや、必ず何かあるはずだ。組織にとって存在してはならない、あるいはジルにとってのか。写真をよこすんだ、僕に。渡さない。ダメダメよ、これは渡さないわ。いたぞ、あそこだ。やばい。うわ、下がったろ。で、この隙にいる？どうする？鏡についてく。鏡の近くにいたら安心説と、結局バタバタしたいんだったら離れてまた新しいのにっていう流れな気がするから、ゲームデザインを信じて逃げる。また新しいところにいるけど、やっぱりジルのスクープ写真としか思えないけど、二人以外かな。ジルと恋人以外に何か写ってることも。これは、こっちは、これか。右上にいるよね、なんかね。潰れちゃってるけど、なんかここに写ってる。もう一回焼き直してみよう。ほう、屋台のラーメン屋来るタイプのエリア。やっぱりこの部分に何か映ってるわ。 F11 くらいに絞り込んで露光時間を。露光時間を、露光時間を何秒ぐらいにするか。3秒ぐらい。露光時間は少し短めに3秒くらいにして。私を殺そうとした男だわ。これで辻褄があったわね。私はスクープを取るつもりで殺人現場の瞬間までスクープしたんだわ。だからあいつらはこの写真を狙っていたのね。というわけで、え、これはどうしようもねえだろ。離して。この場で死体にしてやりたいところだが、こっちも別の仕事が入ってね。まあいずれお前は死ぬんだ。せいぜい残された命を精一杯生きることだな。リョウ、ネガと女をボスのところへ頼む。わかりました。ん、敵か味方かわからないあの男だね。相島さんからの急ぎの仕事って何ですかね。また殺しですか。知らないのか。この間のパーティーで取引先のエージェントをカッとなってぶっするとやった。お先方もカンカンになって取引中止とか言い出したから、一応頭だけ下げに行くんだろさ。どうりで相島さん機嫌悪そうでしたもんね。あの人がご機嫌なのは死体と一緒にいる時だけだって。説は言えてますね。止めろ。いいから止めろ。うん、酔ってねえ。
音だけで。どれにしようかな。あの男が助けてくれてるとしてるんだったら一回身を隠してみようか。何が起こったの？もういいぞ。撃たれたの？何？行くぞ。一体これは？やば。なんか結構進んでる感はあるぞ。何？暇だから白ペンキ塗ってるってこと？ここって警察もお手上げの第24地区。そういうこと。身を隠すには持ってこいだ。はい、わちょうの前か。どうしたの？車の見張りを頼んだ。この町の常識だ。やばい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 。なんかやばい気がする。やっぱりもう一部屋取った方が。あ、何するの？ほう、何すんのよ。お前ほとんど同じ意味合いじゃん。だから下の方が攻撃性が高い。要はさっき撃たれてたんじゃないので、倒れちゃったんじゃないの。だからこれをささやかな抵抗の方がいいんじゃない？ちょっとやめて。りょうさん、ほら。りょうさん、しっかりして。りょうさん、これで大丈夫よ。うまいもんだ。応急処置は慣れてるのよ。子供の頃から世界の紛争地域によく行ってたから。あ？まあ素直に。私を助けたのはなぜ？俺が生まれたのもそういう場所だった。親父と袋は地雷にやられ、俺は妹と二人でドブネズミのように生きるしかなかった。ある日、俺の村に日本から武器商人がやってきた。それが灰島だった。やつには村に武器を売る以外もう一つ別の目的があった。奴の趣味である殺人の生贄探しだ。そして奴が生贄に選んだのが俺の妹だった。そんな。お前が撮ったフィルムを使えば組織もろとも灰島を潰すことができる。それが私に接触してきた理由なのね。ウィンウィンってことか。お前を見てるとなぜか妹を思い出す。え？りょうさん、銃声鳴りすぎじゃない？バレたのか。真似をしてくれたものだな。灰島、観念して降りてこい。どうせ死ぬんだ、俺好みの死体になってくれないか。りょうさん、灰島。